い、皆さんこんにちは。スーパームーンご覧になられましたでしょうか。時期は過ぎてしまいましたけれども、肩の力を抜いて可愛い猫を自分に照らし合わせて描きたいと思います。使う色は上朱、線香を黄色ですね。そしてネズミ色、そしてクレヨンです。使う筆は面相筆、そして彩色。それでは描きましょう。まず小墨にたっぷり面相筆につけまして、この全体を肩の力を抜いて上から描きます。こう斜めではなくて上からですね。そうですね、4分の3あたりから描きましょう。はい、耳はピンとしてまして、はい、こういうふうに、そしてここからシュッとまっすぐ、そしてお顔、そしてここから、はい、こうして持ってきて、はい、お足、ちょんちょんと爪、そしてこちらからもこうしてお足が出てます。そして尻尾はこういうふうにここから出てまして、こういうふうにします。そしてもう自由に楽しんで描きましょう。はい、ではここからちょっとして、はい、ここからも、そしてお目目はですね、丸く、ここにお月様を描きます。大きなムーンを、はい、眺めています。そしてお花があって、はい、お口で、ここに眉毛の毛がます。で、長いおひげをかけましょう。はい、皆様いかがですか。はい、ここにも模様があります。手にも模様があります。そしてここにも模様があります。そしてちょん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 と位置をしておきましょう。描きたい方はここにもしても結構です。楽しいですね、ご自由に。そして小墨をたっぷりしまして、こういうふうにさーっと撫でるだけです。ちょっとここ、こうなっちゃいましたけど、はい、
い、ここからですね、クレヨンで、白のクレヨンで力を入れて、ぐーっとこの周囲を描きます。3回ほど回すといいと思います。同じところではなくて、ちょっと間を空けたりすると面白いと思いますね。はい、こういうふうにしてみます。そしてお月様のここをこういうふうにします。そしてジョーシュで取り付けてください。彩色の筆に。はい、外側からこういうふうにちょっと白の上に白を塗りましたね。この上に少し上に重ね塗りをしてもいいと、重ね塗りをしてください。そうするとこういう面白いタッチが表現ができます。そしてこういうふうにします。これが面白いんですね。はい、こういうのできますね。こういうのを楽しんでみましょう。はい、ここにもいいですよ。こういうふうにできますね。はい、思わぬ そしてここもきちっといたしましょう。はい、そしてネズミ色ですね。ネズミ色をつけまして、この白をしましたね。このここに沿ってこういうふうに塗ります。はい、そして次がお月様です。たっぷりつけまして、はい。そしてお口にちょっとこの上手つけまして、ちょっとしてあげましょう。お愛嬌ですね。で、好きな方はここに薄墨でしても結構ですし、いろいろお試しください。そしてこの絵にはインを押すよりも私の名前がゆかですので、画号がゆかとなっておりますので、ここにこういうふうにしましてですね、
かと書きます。はい、そうすると面白いですね。はい、こういう工夫もなさってみてください。はい、いかがでしょうか。楽しいですね。どうぞ何枚もお書きになって、お友達に差し上げてください。きっと喜ばれると思います。今日も私の動画を見ていただきまして本当にありがとうございました。どうぞこの秋を絵を描いて工夫してお楽しみくださいませ。それじゃ次回もお楽しみに。お元気でね。